はい、こんにちは、電車太陽です。ということで、まあ、今回ですね、なんとポケモンユナイトという、まあ、このゲームをやっていきたいと思います。ということで、まあこれは簡単に勝てそうですね。まあルカリを使えば多分簡単に勝てる説ということでやっていきましょう。自分本当にポケモンユナイト初めてなんですけどね。ということでやっていきましょう。まあなんかルカリオがすごい強いらしくて、まあ自分めっちゃ初心者なんですけど、まあルカリオ使えば勝てる説ということで検証していきたいと思います。よし、ということでやっていきましょう。じゃあまずはちょっと上ルートでも行きますかね。よいしょ。ということで今上ルート攻撃してます。よしよし、 KO、これいけんじゃないですか。よし、ゴールゴール。ここ変速エリアです。よし、でもこれ結構いけそうです。まあ今回は多分確定勝利ですね。はい、いけるんじゃないかなって思います。さあちょっとヤドン倒していきたいと思います。よいしょ。ルカリオはすごい強いですね。よいしょ。あー危ない。よし、まあ、ここで逃げていけばどうにか生きれるので、よし。あ、ということで、まあ現在一度も死んでいないということで、まあこの調子でいけば勝てるんじゃないですかね。よいしょ。あ、やばいです。危ない。はい、ということでこんな感じでどんどん倒していきますね、ルカリオを使えば。まあもう現在ラストスパートに入ってるんですけど、危ない。よし、でもこれ勝った。ということでやっていきましょう。ユナイト技とかが使えるみたいですね、これ。おー、すごっ。あ、ルカリオ VS ルカリオです。多分相手の方が上手いので怖いです。よいしょ。さあ、36のモンスターボール、まあモンスターボールかは分かりませんが、これをゴールしたいと思う。あ、ということで、ゲームセットです。さあ、まあ結構活躍できた感じですね。ということで、今回なんと勝利です。まあ皆さんもよかったらポケモンユナイトやってみてください。それではバイバイ。